日本東京都江東区、森下森下は、東京都江東区の町名。現行行政地名は、森下1丁目から森下5丁目。郵便番号は135-0004。東京都江東区の北西部に位し、深川地域に属する。北で、墨田区菊川、東で猿へ、南で白川、西で、高橋、時和及び新大橋を隣接する。 町域の東辺を大横川、南辺をなぎ川と接する。商業地として多くの商店が軒を連ねている。木場に所在する深川警察署、深川消防署の管轄区域内にあたる。江戸時代には深川新名宮の門前町として栄えてきた場所である。現在では周辺と同様の住宅地、商業地となったが、 この区域にはかつては隣接する猿へと並んで、土屋街が存在し、日雇い労働者が多く暮らしていた。森下三丁目にあった木場公共職業安定所、深川労働出張所では、現在は、労務者の手配は行っていない。深川労働出張所の周囲には、ビジネスホテル街があるが、これは、かつての簡易宿泊所が姿を変えたものである。 カレーパン発祥とされる店舗が存在することから、カレーパン発祥地の時はとともに、森下は、カレーパンの街としての側面を持つ。江戸初期に深い森があったためと言われる、2017年12月1日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。町域内には、森下駅前、新大橋。 森下五丁目の停留所がある。以下の路線が町域内を通っており、東京都交通局により運行されている。ありがとうございます。